香港で今月からディズニープラスが動画配信サービスを開始しました。しかし、アメリカ人気アニメザ・シンプソンズをめぐり、天安門広場を描く放送会が配信されなかったことが発覚しました。同会は1989年の天安門事件を暗示するもので、中共の規制当局により最も厳しく検出されているトピックの一つです。 配信されなかったのは、グーグーガイパンと題された回で、2005年に配信されました。同回では、シンプソンズ一家が赤ん坊を養子に迎えるため、中国を訪れます。北京の天安門広場に立ち寄った一家は、1989年、この場所では何も起こらなかったと記された記念碑を目にします。これは、 1989年6月4日に天安門広場で民主化を要求する学生らに対して、中共軍の暴力的な取り締まりによる大虐殺を、中共当局が隠蔽していることを揶揄しています。天安門事件での死者数について、イギリス外務省の公文書では約1万人に及んだと推察しています。同会について中共政府が検閲を指示したのか、 あるいはディズニーが配信を自粛したのかは明らかにされていません。中京の規制当局によるメディア検閲の強化が進んでおり、1989年の天安門事件関連のキーワードや情報を優先的に検閲しています。中京当局は天安門事件をめぐる情報について、軍による武力弾圧の判断を正当化する上での脅威とみなしていると考えられています。かつて香港は、 自由が保障されていました。しかし、1997年香港返還の際、高度な自治は保障すると約束されたものの、中共当局の介入により、徐々に自由は軽視され始め、昨年6月に国家安全維持法の施行後は、言論や表現の自由が大幅に後退しました。評論からは、同法の施行について、香港の終焉と指摘しています。 国家安全法により、中共政府に批判的な言論への取り締まりを強化させた形となりました。NTD ジャパンがお伝えしました。